皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。本日は店舗で行っているスマートフォンケースのオーダーの流れについてご説明いたします。お願いします。お願いします。では早速オーダーの流れをご説明します。はい、お願いします。ではその 1、 機種名をスタッフにお伝えください。はい、私は iPhone13 Pro を使用しております。 iPhone13 Pro、 はい、はい、結構 Android とかでも対応できるものはあるので、まあ、その都度スタッフの方に聞いてください。はい、はい、で機種名を伝えていただいたらその2、ケースの形をお選びいただきます。はい。はい。ケースの形3種類ありまして、うん、何もベルトなどがついてないタイプで。うん。パカパカ開くタイプですね。そうですね。と、こう、ホックで、持っていただけるタイプと、ベルトで差し込み式ですね。うん。のタイプがあります。はい。どれもブック型ですね。はい。はい。かんちゃん、今日はどの形にしますか？じゃあ、このベルトタイプで。じゃあ差し込みのタイプですね。はい。はい、で、形を選んだ後は、革を。革。お選びいただきます。はい。革は最大3種類まで。3種類までですね。はい。お選びいただきます。一つも一個決まってるのがありまして、はい、この開いた時の背面っていうんですか、うん、この部分ですね。この。全体の。の中の全体の部分は、革がもう決まっておりまして、コンクですね、うん、このつるっとした革からお選びいただけます。はい、この色にします。お、これはモスグリーンですかね。モスグリーンですね。はい、はい、そして次が表面ですかね。うん、この部分ですね、見えてるところ。一応革が輸入革と国産革がありまして、はい、ちょっとその革の種類でお値段の変動とかもあるんですけど、うん、知らんけんします。お、知らんけんの？のキャメルで、キャメル、ここの正面の革を選びました、うん、はい。で、カード段ですかね、うん、カード段はなしか1段か2段選べますね。これがなし。なしのタイプと、これが1段ですね。こんな感じで、お好きなの選べます。革によって1段いくらっていうのが決まっているので、うん、選びいただいて、私はじゃあ1段。1段、革が。カード段はちょっと色を変えたいので、うん、このトープにします。知らんけんのトープ。はい。はい。で、私今この3種類の色の革を選んでいて、うん、残りが、今ここのカードポケットを選んだんですけど、うん、残りはここです。この大きいポケットも選べるので、それはこの3つから選ぶってことですね。はい、選びます。キャメルにします。はい。はい。知らんけんのキャメルですね。はい。はい。で、あとはベルトですかね。うん、ベルト部分。ベルト部分もこの革の3種類から選べる。そうですね。うん。こんな感じで革違いにしたね。うん。かわいいですね。私は正面がキャメルなので、ここだけトープにしようと思います。で、ベルト部分もトープでお願いします。はい。はい。で、革は以上ですかね。ですね。うん。で、さらになんと、糸の色も選べるので、うん、こんな感じで革と色を変えても可愛いですし、どうせ通しても可愛い。はい。表面はじゃあキャメルだからで変えようかなと思います。色もね、めっちゃあるんで。なんか。こんなにいっぱいあります。ピンクでも何種類かあったりするんで。色で悩まれますね。逆に難しいかもしれないですね。私はこのオフホワイトにします。うん、オフホワイト、OWT。はい。はい。で、私はこれで以上になるんですけど、
内側の部分ですね、内入れも無料で行っておりまして、うん、ただ内入れができるのはこのちょっとボコボコしたシランケンカーフと片押しの黒子は、うん、ちょっとできないんですけど、うん、こっちのポンクですね、つるっとしたポンクの皮とこっちのブライドルでしたら内入れもできるので名前も一緒に決めてください。はい、はい、で今回は内入れはなしということですね、うん、はい、以上かな。以上ですね。はい、こんな流れでスマホケースのオーダーを受けたまっております。はい、まあ、またこっちのホックの部分だとこのホックの色も選べたりするので、うん、そうですね、はい、納期は2ヶ月から2ヶ月半ぐらいかな。そうですね、感じですかね。方法は、まあ、店舗で受け取るか、うん、配送も可能です、うん、まあ、プレゼントで送りたいっていう方はなるべく早く、そうですね、ご注文いただくのがいいかなと思います。お値段もそれぞれ革によってもちょっと変わってくるので、その細かいところはスタッフにぜひお問い合わせください。はい、はい、というわけで以上がスマートフォンケースのオーダー方法になります。はい、はい、ぜひ皆さん店舗に一度ご覧いただいて、どこの店舗もこの見本はあるので、うん、見本を見ながら自分だけのスマホケースをぜひ作ってみてください。はい、はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。